こんにちは。ディアブロ4やってます。今日はですね、明日から先行スタートが終わるというか、明日正式スタートなんですね。今日はいいとして、今やりたいのは明日から正式発表なんで、人がうじゃらこ来そうなんですが、リリースの祭壇っていうのがあって、能力が上がるんですよ。ただ、祭壇を触ればいいんですけど、各地にある祭壇をね。ただ、PVP エリアにある祭壇もあるんですね。そうそう、PVP エリアにあるってことは、もしかしたら人がうじゃらか来たらもう立ち入れないかもしれないから。正式発売前に回っとこうという、そういう趣旨です。まず1箇所目は、マーカーつけたあたりかな。人たちが もう全無視でいきます。何これ、この人たち通せん坊してますし、よし、ちょっとやっつけていくか。行きますよ。どこでしょうか。分からんけど。馬乗って、あ、ここ PVP エリアの入り口やね、もしかして。よいしょよ。ボンネットから嫌です。お店屋さん、ウェイポイントさんだけ私に触らせてください。ウェイポイントさんだけ。街中ではありますね。ポーションある。ここで荷物の整理をすればいいんじゃないの。分かりました。下にあるってことね。街中に死体が。ちょっと待って、死体の整理を、やってらんねえな、こんな面倒くさくて。武器。あ、これいいや。どうしよう。鍛冶屋いました。コマンド。マジック。いいね。で、あと、個別設定でこれとか。ようこそ、お待ちしてよしこ。で、どこに行くかというと、ここどこですか。ここなんで、目的地は、
この辺ここじゃない、ジーソンゾー。よっしゃー、さあ次行きましょう。次はどこかというとですね、この辺り、ここに一回飛んで、目的地はここか、こう、そうですね、この辺にあるんですね。ここはいいとして、今回は場所的にこの辺、まずここにしようか。あ、ここのやつも取っていっちゃおっか。まずいや。そう、こっからですね、攻撃することができます。おか、PVP は嫌いなんですよ、私め。あ、ここにこのマークあるから、ウェイポイント先に優先しましょうか。素晴らしいですね、スピードが。馬がないとやってられない。ポイント確保して、そして行くべきはどこかっていうと、どの辺？この辺？ここ行きましょう。歩いても行けそうですね。でも面倒っちいから。街中では無理だ。でしょうね。あ、おるよ。やっつけよ。全然恐怖じゃないけど、ね、受ける。
しみの種、弱エリート。次号。次どの辺？この辺。うん。ヘビくん。ヘビくんが。一発降りて、やられてるし、あ、ありましたよ。血抜けるとあれじゃないの？ダメなんじゃねえの？エリート、エリートか。精神力が必要だ。もう何も見えません。毒でありじゃん、もうそっち毒せないぞ、こいつら。ほんでな、なんか真ん中に何かあるけど、これなんかボス的な何いるじゃん。でもう一つはこの辺だから、ボス的な何か近づいてきやがる。憎しみの種、これな、憎しみの種なんか起こってるじゃなくて、エリートバミリだ。精神力が必要だ。いいよ。これ何？インタラックス。見やろ。でもなんかあれ、あれなんかやっつけると、やっつけるとなんか悪いことが起こりそうな気がするからやめとこうか。
怖えし。精神力が好きな。ほら。この辺のはずだけど、あった。うわ。ズボン。で、なんだろう。こんなもん刺したと。東山36系、逃げるにしか、あ、いっぱいあるのね、これ人たち。あ、何を遅々になってしまった。それには時間がいる。出よう。なんか馬に乗ってる時って、あ、拍手しよう、叩きつけ、飛び降りながら、うん、ゲーバー、これ何、ほい、こんな感じ。帰ろう。はい。街中では無理だ。というわけで、リーズの祭壇。PVP エリアにある呪術の祭壇4箇所巡りました。あとこのレ何レジオンイベントやったっていうとこですね。はい、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。